ピッツァフリッタはですね、ナポリで食べられる揚げピザですね。入れる具はいくらでも無限にあると思いますね。ただ今回は一番ベーシックなリコッタチーズのピッツァフリッタをご紹介します。それでは生地を作っていきたいと思います。ボウルに中力粉で、粉の中に塩を先に入れちゃいます。でここでよく混ぜます。お水ですね、常温の水で構いません。でお水の中に今日は生イーストを溶いていきます。生イーストない場合は、ドライイーストで大丈夫ですね。ドライイーストでしたら生イーストの半分の量で大丈夫です。このこう溶いておくときに先にこっちにお塩を入れちゃう人もいるんですけど、お塩とイーストは必ず別にしてください。塩を入れるとイースト菌が死んでしまって発酵がしづらいので、必ず粉の方に塩を混ぜてもらって入れてみますね。こね方はもうパンと一緒ですから、ここでは粉とお水を混ぜ合わせます。そして混ざりましたら大理石の方に移してこね上げていきます。グレテンを出していきます。今度はパンよりも、ピザ生地というのは水気水分が多いので、まあ、比較的こねやすいと思います。こう中に包み込んでいくようにこねていきますね。体重をかけながら、これでピッツァフリータ4個分の生地になります。こね具合の、目安としてはツヤが出てきて手にくっつかなくなる感じですね。それではこれぐらいでいいと思います。軽く水気を霧吹きしてラップをして、これで一時発酵させます。一時発酵の終わった生地になります。ちょっとガスを抜きながらこちらの生地を、4分割していきます。まあ、目分量で4つに切り分けて、大福とでも申しましょうか。こういう感じに丸くして、パンを作るのと同じですね。こうおへそですかね、これを下にして、でこれはもうあとはもう食べる時間にまで、二次発酵させるという、まあ二次発酵は別にこのまま1時間置いたらすぐ使います。1時間で30分でも使います。もう一次発酵しっかりしてるので、その揚げる時まで時間が空くようでしたら、冷蔵庫で保存しておいてください。そしてそのピッツァフリッタを揚げる前に、まあできれば冷たいままでもいいんですけど、ちょっと常温に戻してた方がよりふっくら上がりますね。ただ逆にふっくらしすぎてでも油で揚げるので非常にその伸ばす過程が難しくなるので、ちょっと生地に慣れることが必要ですね。二次発酵させるまでちょっと軽く霧吹きしていきます。乾燥を防ぎます。そしてこの後、こうラップをしていただいて表面が乾かないようにしてください。これこのまま二次発酵させていきます。それでは二次発酵がねこう終わってこんな感じです。はい、それでは、生地を伸ばしていきたいと思います。これあまり常温に戻してて発酵がしっかりできてると柔らかくてですね、逆にやりづらい場合はちょっと冷蔵庫で閉めても大丈夫です。本来ピザっていうのは柔らかく常温に必ず戻ってないとダメなんですが、ナポリピッツァなんかはこれに関しては綺麗に薄く伸ばさなくちゃいけないというのと、油で揚げるのでそんなにピザのようにしっかりとした生地の状態というのも形を優先することを考えると冷蔵庫に入れるのも一つの手だと思います。今日はこの麺棒でこう薄く伸ばしていきます。 100g に成形した生地なんですけども、直径が20センチから25センチくらいでいいですかね。これもこんな感じでいいと思いますね。それではピッツァフリッタのリピエノの詰め物の定番のリコッタチーズ、とろけるモッツァレラチーズ、ちょっとね酸味のトマトソース、トマトソースって言っても、ピッツァのトマトはですね、ホールのトマトを手で潰したもの、もしくはフードカッターなんかで回したものですね。1% の塩分を入れてください。パルメジャーノパウダーですね。最近では日本でもグラナパダーノ、パルメジャーノよりも熟成の期間の短い、お値段も手頃なのも流通してき始めたので、そちらでももちろん大丈夫です。今日はモルタデーラハムを入れていきます。プロシュートコット、もしくはモルタデーラ、これを包んでいきますね。
こうまずかぶせていただいて、空気をちょっと抜きながら、こういう感じですね。下の生地を上にこう包んでいきます。できるだけ空気が入らないように。このまま揚げれば、あの縁がふっくらして見た目はいいんですけども、あのちょっとナポリ式はですね、これをさらに潰していきます。まあ、あのしっかり叩くことによって、あの膨らみを抑えるのと、これもあの中のリピエノが出ちゃうと油の中なんで、あの爆発してしまうので、しっかりここで止めてください。それではピッツァフリッターを揚げていきたいと思います。サラダ油でいいですね。180から190度の間に熱したものですね。それでは入れていきます。破れませんように。テンダロサではいつも揚げ油は半分までいかないんですけど、 30% ぐらい、オリーブオイルを混ぜてます。いい香りをつけると。入れた直後はですね、破れやすいので、あんまり動かさずにこう熱い油を上からかけてください。こう色づいてきましたらひっくり返します。軽く落としてしっかりですね、火をね、あの火が入っているかどうかは生地の色合いだけで決めます。味見で熱くてできませんからね。生地の色だけで噛んでいきます。こうきつね色になってきたら OK ですね。これぐらいかな。やがてはですね、こうちょっとこうペーパータオルでこう包んでですね、軽くこう振ってください。油をよく切る。はい、ということでピッツァフリットの完成です。中に入れる具はミートソースなど、お好みでアレンジしてみてください。